こんばんはー。こんばんはー。こんばんはー。お昼ぶりです。お昼じゃないか。夕方や。夕方ぶりー。こんばんはー。寝る前の。ああごめんめっちゃ大きい音出しちゃったこんばんはあああこんばんは。こんばんはー。 お花火大会見てきたおおいいねなんか昨日もさ淀川の花火見るって出た方いたあその方かなあれ違う配信、no、あ2回目嬉しいありがとう2回目いやこれからさわかんないけどもしかしたらさコンサート期間さ短くなっちゃうかもしれないから今のうちにやいっぱいやろうと思って <laughs> こんにちは。やっほー。こんばんはー。まだ、まだそこまで詰まってないからさ。まだ、全然。お疲れ様、ま、お疲れ様です。こんにちは。お、メールの全身写真よかった。あ、本当にやりだめ、そう、やりだめ。<laughs> やりだめ、あ、全然やるんだけどさ。あの、なんだっけ、コンサート期間とかも。 あ、それでね、聞いたよ。さっきね、私、なんかさ、またネイルの話で申し訳ないんだけど。<laughs> なんか、キラキラ欲しいって言ってたじゃないですか。私、この前買ってたんですよ。なんか、その、トップコートだけ予備で多めに買っ、多めにっていうかまあ、2本多く買ってて。で、そこに、一緒に買って、開けてないのがあったの。キラキラの。 うち完全に忘れててうわっこれ買ったーって思ってそれを塗りましたさっきこんばんはーちょっとでもねこれみんなはあんま好きじゃないかもちょっと派手すぎてやっぱシンプルな爪が好きな方が多分多いと思うからちょっと嫌いだったらほんとにごめんなんだけどじゃーんピンクですキラキラですハートつけたちょっとあの 好みが分かれると思うんですけど、ピンクにしました。真ん中がリボン。変じゃない <laughs> 綺麗本当に美味しそう <laughs> 美味しそうですかあ、よかった。本当に予想超えてたリボン可愛い。え、これね、あのね、売ってないんですよ。 これの作り方はハートのシールを買ってきてそれをこういうふうに貼って真ん中にラメっていうか真ん中になんかストーン1個のせるとリボンになるっていうのを思いついた <laughs> こんばんはそうだからこれ100均のハートのシールなんですよそうリボンじゃなくてそうリボンないからさ作ったラメラメです 光ってるあれあ取れてるかなこれも百均のシール貼った <laughs> そういうリボンに見えた本当にやった定番そう定番なの遊びに来てありがとうこんばんはーんえあとささっきさ一瞬寝落ちしちゃってさマジで金縛りだったんだが香 <laughs> ちゃんにネイルしてもらいたいくらいだえや やりたいやらしてマジでね金縛りだったもうリアルなんですよ私の金縛りなんか今日のやつはなんかちょっと寝ちゃっんか5分だけ寝ようって思ったらなんか30分ぐらい寝ちゃったんですよ多分よく覚えてないんだけどでなんか今がいつなのか分かんなくなっちゃってでそうまたもうなんんていうんだろう これ、この子が私だとしたら、腕がこうなってんの。首に。で、うわっ,って思って、もうって思って、またかようって思ったの。それで、うわっ,って思って、でもこれあれだよね、悲し割りだから実際はないんだけど、なんでうわっ,って思って、持ったら手の触感、感触があるの。触れるのなんか、うわ触れると思って。でもその時は意識ははっきりしてるの。もう自分の家。 自分の家の状態テレビもついてるし壁とかも家だしうわうなんでみたいなでもうちょっと待って待ってで,で今度後ろここも押さえられてでこうやっちやったらなんかその親指の食感感触どっちだっけ食感じゃなくて感触のもんだ親指の食感があるわ間違った親指の感触があるわけイーって思ったら目起きたでもう嫌だ嫌だもう取って取ってって言ってたら取れた もう慣れちゃったんだけど一周回ってん一周回ったら慣れないのか半周回って慣れちゃったそうもうね気持ち悪いですよね怖いよねなんか悲しりそうなんか去年くらいからなるようになった食感 <laughs> 食感っていう私感触のこと間違えて食感って言っちゃうんだけどもそう何なんだろうねあれ <laughs> 半周回ってて回ってないのかあれ <laughs> 一周回っていい本当にてか髪ほどこ今日さずっとなんか髪くくってたからすっごい髪はねてるマッサージしてくれてたのかな怖かった疲れいや疲れてはないと思うんだけどな疲れてないとは何だろう何なんだろうな 考え事してるから使うそれは関係ないかあ、分かる本当にうんめっちゃ怖かったなんか手のさ食感もうダメだ感触があるのって気持ち悪くないなんかウィうウってなったマッサージなんかなそうてかヤバくないこの髪の跳ね具合朝からくくってた人の末路 最近、末路っていう言葉を覚えてね、よく使うようにしてる。よく使うようにしてるわけじゃないけど。やばくない見て、この。なんかすぐパサパサに見える。めっちゃね。あ、そう、お風呂まだ行けてないんです。じゃあ行かなきゃいけない。外羽になってる。ずっと今日朝から髪くってた。外羽、かわいい。ありがとうこんばんは こんばんばはにはにねはねどんなおててでしたかえっとねふわふわしてたから女性ですねえなんか怖いなそういうことを言うのも <laughs> なにこいこい一日頑張った髪の毛の感じ <laughs> 髪の毛お疲れ様でしたうん <laughs> え幽霊じゃないでたぶん幽霊ではないと思う そうだよ、ねえ幽霊なのうんええー、怖いな新しい握手会キーねかわいいこれ今めっちゃ怖かったごめんねこんな遅くにこんばんはー今日もリハしてきたのしてきましたーリハリハの反対は針。 こんばんはーこんばんはーなんかまださ言っちゃダメだけどさコンサートの曲とか習った曲言っちゃいそうになっちゃう危ない <laughs> 今イントロ歌いそうになってた危ないこんばんはー食感のくだり面白かったほんとにカラオケで歌っちゃいそうにしゃ確かに。 何時間かあっ今日結構変わりました。なんかちょっと難しかったんで。えっとね。えっと。あ、でも。あれ ?2 時間ぐらいかかったかも今日。2時間。こんばん、こんばんはー。2時間かな。歌わないように気をつけてね。うん。<laughs> 今イントロが頭の底までできとるけどだわ、うんとく、うん、こんばんは3日間あるから覚えるの大変だよね確かに大丈夫かな大丈夫だよきっと今までさ覚えられなかったことないからさ結局は結局はないじゃないですかどんだけ不安なに思ってても結局は本番は全部覚えれるからさ大丈夫って信じてるよ <laughs> なんかさリアルに本番まで覚え覚えないで本番迎えたことってないからさそう考えたらいけると思うとか言ってこれでいけなかったらどうしようポジティブポジティブ <laughs> ポジティブポジティブポジティブ覚え方のコツは私は覚えがめっちゃ悪いのでひたすら反復練習 <laughs> ひたすら反復する <laughs> 言うやん <laughs> これで覚えてなかったらどうしよう大丈夫きっと 運の言言い方が子供どんな運っっってたっけこんばんはこんばんは反復16期婚成人婚が一番大変だったじゃないあ確かにそうかも大変なんかあの時今よりも覚えれなかったからささらにしかもまだあんま曲とかやったことなかったから <laughs> パニックになってたもうねでもなんか そん時にこんばんはでもなんだろうなんとかなったねでもねえあのねこんばんはな,なんだっけあの時どんなどんな感じだったか覚えてないや <laughs> なんかでもでもそれよりさ夢しなのが大変だった <laughs> こんばんはやっぱり紙くくっていいですか ユメシナの方がやばかったかなユメ過去一うん大変だったやばかったし本番も間違えちゃったしやばかったごめんなさいこんばんはこんばんはー,んんはーえー、雨降ってる大丈夫ですか大丈夫気をつけてね気をつけてねやっぱりくぐるってここさ髪短いけんさくぐるのここボコってなっちゃうんだよね くくるのたこ焼き食べたいくくるのたこ焼き食べたいこんばんはんこんばんはんやッホーんジュメシダはね4回か3回くらい出たかもしれない多分四34回かな間違えたらごめんね明日から雨あよし雨なんだやだね こんばんは。あ、いちごネイルかわいい。ありがとう。確かにいちごみたいちょっと色がピンクいちごって感じ。え、でもいいかもこれ。え、いいかもしれない。ちょっと派手いやでもいいかも。くるくるっと丸くてかわいい。ダリガボールじゃーんおー金魚の大群が私の前を泳いでいった。待って。<laughs> 待って。フットネイルしてる。なんかマニキュア塗ってる足は。 いちごミルほんとだいちごミルクのかき氷溶けるまで話したね「夢知らん」出た時のかおちゃんの握手「夢より先に死ぬかと思った」って言うてた <laughs> そんなこと言ってたどういうこと「夢より先に死ぬかと思った」の意味ああ 夢を死なせるわけにいかないってい声に出るけど、自分ができなさすぎても死ぬかと思ったってことそんなこと言ってたの私、ネガティブー。<laughs> 全然覚えてない。なんか怖い。過去の自分が握手会でどんなことみんなに言ってたのか怖くなってきちゃった。でも本当にやばすぎたんですよ。もうとにかく。もうとにかくやばかった。毎日12時過ぎまでレッスン場いたもん。もう終電ギリギリまでも椅子あって、もう止まろうとしたけど阻止されちゃって。 警備員さんに帰ってくださいって <laughs> はいって帰ってでもまたどうせ次の日すぐ来るからさ来るけど帰ってほうがいいですかってったら「はい」って言われて「はい」ってって帰ってきたこんばんはもう寝ぼけすぎて名札したまま帰ったもん一回 <laughs> そう最寄り駅で気づいてあっばバい名札してるってそうあの時は一番やばかったな <laughs> こんばんは こんばんは。やばかった、あれは。でも、泊まりたかったんだよ、本当に。え、もうね、その時、うちんちんにまだベッドがない時でまだ <laughs>、床に布団敷いて寝てたんだけど <laughs>、布団敷いてさ、こうやって寝転んで、ああ、どうしよう、出れないかもしれない。本格的にやばいって思って。本格的にやばかったんですよ。で、本当に深夜にマネージャーさんに電話しようかと思ったの。 やっぱり無理ですって言おうとしたの。マジで直前までマジで言おうとしたんだけど、ダメだダメだって思って。<laughs> 絶対言うなよって思って。やった。こんばんはマジで言いそうになっちゃった。<laughs> 懐かしい。なんかね、そのね、夢あ、なんかね、話したことあったらごめんね。その夢しなのね、あの、なんだっけ。 曲の中にちょうどレッツゲットあと1センチって曲があったんでしょうでもそれ聞いてああ絶対ダメ,ダメダメって思って頑ってその曲めっちゃいい曲なんだよそう本格的に遅刻したことはねないですね <laughs> ないですね、うんうんうん ね確かにそういう経験もねしといてよかったと思いますこんばんこんばんはこんばんは1322日おめでとうありがとうそっか2回目の1322日あの時はじゃあラケット確かになんかさ超大変なこととかがあったとしたらさなんかさ後からさ もっと会った時にあれよりはマシかなって思えるときとかあるとさいいよねあと15分で誕生日えおめでとうございますサンピーバースデーこんばんはレッスン上寝泊まりできないでも寝れそうな場所はあるんだよねそうでもお風呂とかないなそうでもね多分寝てたら怒られちゃうかもしれない怒られるのかどうなるんだろうえやってみたいな なんかずっといたらさどうなるんだろうでもちょっと怖いかも夜一人は <laughs> <laughs> こんばんはかおちゃんの配信遅刻したあ全然全然全然大丈夫なんかね一人で夜自主練してるときとかたまに怖いもんなんかパキってなるんですよ多分それって建物の音なんですけど一人で怖いからニャーってなっちゃうそうパキ パパキパキってなるってなんかメンバー来たと思ってえっこんな夜にメンバー誰って思ったら誰もいなかったりとかあるからさそれ怖いこんばんはこんばんは怖いよなしかも夜だしさその時さ警備員さんいなくてさインおらんってラップ音何それ嫌だソララップ銀紙さっきの話からずっと怖いやばいやばいもっと明るい話をしましょうや 「<laughs> しましょうよ」とか言って「<laughs> こんばんは」人「夜の一人はもうどこであれ怖いよね」「一人残業が怖そう怖そう」怖そう「2回もかおちゃんに会えて嬉しい」「ありがとう」「嬉しい」「ありがとうね」「今『24時間テレビ』見てるよおおいいね」なんかさ子供の時にさ思ってた『24時間テレビ』と大人になってからの『24時間テレビ』ってなんかイメージが違う。 子供の時はなんか24時間ずっと出るってどういうことって思ってたの寝ないで大丈夫なのな,なんて言うんだろう大人ってオールでできるじゃないですか <laughs> 私はまだ成功したことないんですけど大体の人がオールできるじゃないですかでもそれを子供だから知らなくてどうやって起きてるんだろうってずっと何か気になってたんですけど大人になった今はきっと出演者さんとかめっちゃ大変だと思うけどでもオールってできないことはないってことが分かったからそう。 なんかね、当時はさなんかオールっていうのがさすごい未知の世界だったのそうそうなのこん,ばんこんばんはこんばんはそう、私成功したことないオールいっつもね無理もう3時ぐらいからもう眠くなるなんか5時になるともうなんかもうね勝手に寝てしまうんですよそう4時とか5時はもう無理ですねオールできない なんかさお仕事とかでオールしてくださいって言ったら絶対頑張るけどさ休みだってオールしてくださいって言ったら寝ちゃうかも <laughs> それは寝ちゃうかもそう24時間企画ないのかなでも17時間配信ならあるけどでもあれはさオールではないからさあれだけど <laughs> 眠くなるの健康だからほんとに ええー。あの日、なん、でもあの日17時間。でも途中でね、休憩とかあったから寝ちゃったんだよね <laughs>。こんばんは。こんばんは。そう、不眠耐久レースやりたい。次の日生産率性下がる。あ、そうなんだ。テスト前とか夜更かししないタイプ。え、しないの私ね。高校の時11時には寝てた。<laughs> 早、早くないか。 そうなんか早く寝,寝てたかもしれないこんばんはこんばんはんん中学は10時に寝てた <laughs> あ小学校だっけ中学は何時に寝てたんだいや中学いやでも10時に寝てた気がする朝早いからさ中学生ってなんかこんばんは小学校が9時ら小学校9時中学校10時高校11時かなと確かよく覚えてんのでも夜更かしした時もあったと思うけど そうそうはじめましてこんにちはあ間違えたこんばんはだ16期で不眠耐久レースやったら誰が強そうえ16期で不眠耐久レースやったら誰が強そうだろうえー、誰だろうイメージでいくとイメージだよね実際その子が夜まで起きてるとかは知らないけどイメージで言うとえー、誰だろう強そうなの マナカちゃんとか強そうじゃないあ、スズハちゃんだわ。絶対スズハちゃん強いわ。あ、みなみちゃん、確かに強そう、意外と。ハ、は、ー、あ、ちゃん、え、ハ、は、ー、あ、ちゃんはなんか寝ちゃいそう。ほはないけど。あ、ズッキーも寝ちゃいそう。サキちゃんは、ギリギリで寝ちゃいそう。 ナーミンは、え、どっちだろうどっちも想像つくな。すぐ寝るのも想像つくし。いや、でもナーミンは寝ちゃうんじゃないかな。わかんないけど。あ、もう無理だって言って寝ちゃいそう。くるちゃんは意外と強そう。現役 JK?JK だっけん、J、?JK だよね。<laughs> その言い方すら危うい。JK って言うでしょ ?JK だから、意外と起きてられそうじゃない あやみちゃんえー、どうだろううわちょっと眠くなりそう眠くなりそうとか言っておりんちゃんは強そうわかんないよこれイメージだからね失礼言ってたらごめんねあとは誰言ってないみんな言ったみんな言ったこれで全員言ったんではこんばんこんばんは え、やってみたい <laughs>。こんばんは。え、でもね、でも意外とみんなでいると寝ないかもよ。なんか家で一人だったらさ寝ちゃうけど、なんか、なんだろう、うみんなで楽しくやってたら寝ない気がする。楽しくて寝たくない気がする。わかんないけど。たぶん。わかんないけど。 肝心のかおりちゃんが言いてるのは私はもう完全に寝るよ。<laughs> 完全に寝るよ。成功したことないんだから今まで。でもわかんない。テレビの力で起きてられるかもしれない。あ、そっか、寝させようとするのか。確かに。そうだ、企画だったら、そうだね。普通に起きとくんだったら、そなんか喋っては大丈夫けど、企画だったらやばいよね。仕掛けが来るからね。こんばんは。 こんばんは。絶対ね、全メンバーだと誰が強いかな。え、全メンバー？えー、誰だろう。全メンバー？全メンバー誰だろうな。全メンバー、え、わかんない。こんばんは。こんばんは。 きょんちゃん寝てないイメージあ確かにきょんちゃんの755深夜まで動いてる <laughs> でもさ夜寝れない時にさスマホ見て誰かが SNS 更新してたらちょっと嬉しくないなんかあっまだ起きてる人いるとか思ってさ嬉しくなっちゃうそう私もさたまにさなんか4時とか3時とかにさ起きてさやばい寝れない今日やばいわって思ったらみんなにさ755したくなっちゃう時があるでももし通知出たらどうしようと思って ポコンったらさやべえ起こしちゃうかなとか思ってさ難しい時それで寝ちゃう時あるから今度やろうかな私は <laughs> うんしていいそういう時そん時しちゃおうかな起こしたらごめんってことであっ5さんありがとうございますじゃあねランキングしていきたいと思います夜トークにお付き合いいただきありがとうございました ではランキングしていきたいと思います <laughs> かわいそうに <laughs> そんなことな第13位はドライアさんですありがとうございます12位はマーボーさんですありがとうございます11位はアナノ,ノさんですありがとうございます10位はふみおさんですありがとうございます9位は大地さんですありがとうございます 八位は、クリームアンピーさんです。ありがとうございます。七位は、村山さんです。ありがとうございます。六位は、ありあちゃんさんです。ありがとうございます。五位はミキネカットマキ、みけねこあっとまきゅうたんぽさんです。ありがとうございます。四位は、はなちゃんさんです。ありがとうございます。三位は、じいさんです。ありがとうございます。二位は、こまねこマニアの爺さんです。ありがとうございます。そして一位は、ユーマなつえンドロールさんです。ありがとうございます。 次はギフトをくださった方々のお名前を呼びたいと思います。金魚金魚泳いでた金魚ありがとう。えー、っと、ゆうまなつエンドロールさん、くどろイコールズシルフルさん、しんきおやじさん、しのぶのあちさん、ひーちゃんはっとマークつむじさん、ぽんたよんにはちさん、きむりーさん、ちゃたろはっとマークあやちゃんまんさん、うらかんさん、やなたけしアっとマークおりちゃんほんとかわいいなあさん、 ふかさん、あすまさん、まーぼうさん、まーちゃんとマークなーさん、ゆっちっちーさん、はーとまーちゃんとマークおひさまさん、まーぼうさん、ふみおさん、ともさん、しょうちゃんさん、とらさぽさん、こまねこまにやのじいさん、かーぽにんさん、はなちゃんさん、ふみおさん、たかいさん、しんきおやじさん、たんなんさん、かずなりさん、むらやまさん、あなのさん、ばるす、ばるす、あったまーくぴょんずさん、みけねこあったまきゆたんぱさん、けんちゃんやでさん、あでらっちゃんさん、 J さん、パンチョさん、ノタケシアットマーク、オリちゃん、ほんトかわいいなあさん、タカさん、ウィル・ドケクバンさん、にゃんりんさん、チョコブラウニーさん、トトさん、ヒロイチロクさん、ヤッサンさん、ふみおさん、アリラッチャーさん、マッシュルームチさん、クリームアンピーさん、大地さん、マイスキーさん、どっさんこさん、新規親父さん、ほし中毒さん、ヒーチャーアットマーク、トムチさん、ふみおさん、大地さん、ダライヤさん、中川くんさん、クリームアンピーさん、 あなのさん、ふみおさん、のぶたアットマークおれちゃん、めがみおしさんえっと、こうぽんさん、た、え、か、ー、さ,さん、ラッシュさんこじやすさん、なめこさん、あつしアットマークずんかおしさんゆっちっちさん、ひろゆきさん、あずまんさん、しんきおやじさんですギフトありがとうございますありがとうじゃーんギフトありがとうございます 嬉しいです。ということで、あと2分だ皆さん、あと2分で切れちゃうんですけど、2回目ももし見に来てくださって、見に来てくださった方がいたらありがとうございますそして、1回目でも見に来てくださった方もありがとうございます明日もショールーム見てね。こんばんは 何だったっけな、占い。昼に言った占い忘れちゃったんだけど、誰か覚えてる人いる <laughs> 何て言ったっけ、うち。うなん、だっけ。何やったかな。ポテトだポテチだえっと、明日のラッキーを、おや、待って、おつやって言いそうになっちゃった。あのさ、しんちゃんがさ、おやつのことおつやって言うんですよ。 で私今リュックサックにしんちゃんのひまわりと白のストラップつけてるんですよだからおおおいって感じで間違えちゃったおやつはポテチですポテチを食べるかポテチって10回食べるんポテチを食べるかポテチって10回唱えるとラッキーになるのでぜひ試してみてくださいそれでは皆さんおやすみなさい夜勤とかある方頑張ってください 明日もショールーム見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、切れるまで手を振り続けたいと思います。バイバーイ。もう切れちゃうかな。あでももうすぐ12時になっちゃう。ありがとう。またね。また見てね。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。 Bye-bye. <laughs>